パンジュは韓国南西部に位置する中心的都市、豊かな食材に恵まれた食の宝庫、おいしい都市、生活にアートがあふれる芸術の街、歩いて楽しい旅する街パンジュ。韓国の民主化の聖地としても世界に知られています。東方神起のユンホや BTS の J-HOPE、日本でもモデル活動をしている韓定理もクァンジュ出身です。さあ皆さん、こんにちは。今回から始まりました、はい、魅力いっぱい韓国クァンジュの旅。この動画は魅力あおれる美味しい都市、芸術旅行の街クァンジュを全8回のシリーズでお届けする旅動画です。ナビゲーターは私ハテギュンが務めます。私クァンジュ在住30年ほど、クァンジュ旅行会社で長年勤務しているので、はい、クァンジュのことは何でも知ってますよ。おお、そうですか、うん、はい、そしてアシスタントを務めます、私山田司会です。私の夫は韓国人で、クァンジュ在住23年の私が、うん、日本人の観点からクァンジュの良さを皆さんにお伝えします。あ、それならこれから、はい、手の消毒、そしてソーシャルディスタンスなど感染症の対策を徹底しながら、魅力いっぱい韓国クァンジュの旅スタートでーす。クァンジュ観浴市では感染症対策のために体温チェック、訪問客リストの作成など万全を期しています。さらに安全案内システムで感染症だけでなく自然災害情報なども配信しています。ヤンドン市場に来ました。わあ、山田さん、はい、ここヤンドン市場知ってますか？もちろん知ってますよ。どうでしょう、知らないといないんですね。ああ、有名ですね。このヤンドン市場はですね、はい、韓国南西部最大規模の伝統市場です。おお、最大級なんですね。そうです。それはここは家具、はい、服、はい、食べ物、はい、野菜、わ、水産物、何でも買えるところです。おー、それはすごいですね。でも、で先に絶対行かないといけないところがあります、はい、どこですか？ヤンドンチキンです。ここ、見てください。これです、これです。これいっぱいありますね。うわー、ダイヤモンド、ダイヤモンド、こんな感じ、食べたことありますか？いやいや、ここまではないですね。このお店は鉄釜で骨付きチキンを揚げているのが特徴です。デリバリーの注文が多いので、いつもフル稼働で作業をしています。暑い中ご苦労様ですね。1969年、地元でも人気のご当地グルメとして親しまれています。韓国のグルメ番組でもよく紹介されています。甘辛い味付きチキンとフライドチキン、どちらも美味しいです。行列ができるチキン、来ましたー！わー！ところで、ハルさん。はいはい。韓中にはチキンのお店もたくさんあるんですけど、そうでしょうね。その中でどうしてここが、一応ですね、はい、さっき見たでしょ、なんか釜で ね、すごいじゃないですか。ダイナミックですね、はい、これはなんか昔からね、変化してですね、さっき歩いてきたね、はい、通りが、昔のなんか鶏の通りだったんですよ。前もね、私日本の友達が来てこれ食べて、帰ってくるね、はい、それでこれちょっと忘れない、この味が忘れられない。連絡来ました。まあ、はい、山田さんも絶対忘れない味になると思います。あ、はい、もういいですか、食べて。さっき山田さん味見てください。はい、いただきます。どうぞどうぞ、はい。では腹ごしらえをしたところで、早速市場の中を歩いてみることにしましょう。100年を超える歴史を持つヤンドン市場は、クァンジュを取り巻く全羅南道の各地域から新鮮な農水産物を産地直送で仕入れています。商品の原産地表示も正確で、韓国内でも優秀な市場に選ばれ、誠実な人情ある市場
と言われるほどです。市場はアーケードがあるので雨の日でもショッピングを楽しめます。パンチャンカーゲ知ってますか？パンチャンカーゲ韓国のお店ですね。そうです、もちろんお世話になってます。あ、そうですか。自分です。いやちょっとなかなか厳しくて難しいですよ。そうですね。私ね、日本の方と一緒に来たらね、はい、必ず紹介してるお店があるんです。私にも紹介してください、はい、ここです。あ、ほら見てください、すごい、どんな美味しいお菓子がね、はいはい、いっぱいあります。あ、美味しそう。ネギの味ちょっとパパとせよ。あ、山田さん、これちょっと味見てください。すごい美味しそう。栄養価が栄養の塩辛ですね。うるったものが入ってるみたい。匂いが入ってるかな。あ、ご飯で混ぜて食べたんで。これご飯と食べたら、美味しいや。山田さん、今日のおかずゲット、良かったですね。2016年にリノベーションされた1913村上駅市場。空き店舗に若手起業家が入り、斬新なアイデア商品を提供しているお店もたくさんあります。レトロとモダンがミックスされた新しい市場です。これ健少年、これ健少年、少年ですね、はい、あれ最近これなんか結構人気ある、人気あるんですか。なんていうかな、何屋さんですか、これ。洋館。洋館、洋館の店。はい、はい、わー、はい、これちょっと入ってみましょうか。ぜひ、はいはい、まさにリノベーションしたっていう感じですね、はいはい、上から見ると。はいはい、はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。おー、いやー、これすごいですね。お店の名前ケンソーニョンとは若返るという意味です。フレッシュな果物を材料にして作った新感覚の羊羹です。砂糖は一切添加されていません。あ、すごい。これは、これは、ね、ママ、これはゆず、ゆずさん、じゃあ、半分に切っていただいて。あ、すごい、かわいい。これはももですって、うん、これはゆず、ゆずですか。ゆずですね、はい、いただきます。いただきます。桃の香りが、これもしますか。うん、なんか柚子の香りが口の中でわーって広がりますね。果物で羊羹を作れるんだっすね、うんうん、いやこれ本当に美味しいな、うんうん、いやで、あんまりベタベタしてないんですよ。後味がすごく爽やか、はい、うん、はい、これね、次は海じゃないで、この中町の中で、クラウドビール、うん、食べるんですか。クラウドビール飲めるところがあります。ちょっとなんか、明るいんですけど、はい、暑いですから、うん、一杯。え、これダメだ、残念ですよ。山田さん、これ見てください。午後2時からですって。今何時ですか。今12時29分。残念です。すいません、山田さん、ここはちょっと夜に行きましょう。夜に、はい、朝に、はい、私がおごりますから、はい、次に行きましょう。すいません。お待たせしました。そうですか。なんかね、え、これチャンフー国酢、国酢、おそうめん、あ、そうめんの店。え、あれ大将、あ、本当だ、これ大将、南東伝統市場の風土賞で大賞もらったんです。これなんかね、タイトルの方ね、最高の伝統市場のグルメ、すごい、ここいいね。ここどうですか。行きましょう、早く行きましょう。ここいいで、皆さん、これ大賞もらった店のそうめんですって。本当にここは計画なかったんですけど、これ入ってみます。美味しいかどうか、はい、はい、いただきます。すごい、計画にはなかったんですが、全部注文してました。全部注文してました、はいはい、これが、まあ、韓国で有名な宇宙のチャンチーコス、はい、あ、これは、あの大根の
パーですね。ヨルモ、ヨルモキムチですね。これはヨルモのビビンクス。皆さんも知ってますね、ビビンクス。これ氷ですか？はい、氷です。冷たいんですよ、これ。はいはい、夏にはもってこいですね。これは、皆さん、コルベニと知ってますか？コルベニ、山田さん。なんか貝みたいな。そうです、そうです。ですね、はい、このコルベニと貝の種類が入ってるビビンクスです。これも混ぜて。はい。最後これ、夏の名物ですね。メッコルコンゴルコクス。コンゴルコクスです。豆をね、あー、臼で引いた昔ながらの、行ってみましょうか。食べてみましょうか。はい、皆さん、お腹いっぱいになりそうです。はい、はい、いただきます。いただきます。もう書いてみました。じゃあ、ちょっとよ。豆麺屋さんの向かいにあるお店の麺を使っているというのでお伺いしてみました。麺を作るのは暑い季節だけ。その日の気温や湿度に左右される麺作り。練った生地を機械で伸ばし、裁断された麺は自動的に屋上の乾燥場へと移動します。自然乾燥にこだわって丹精込めたコシのあるそうめんをソウルククスで年中味わっていただけます。ですね、魅力いっぱいところがいっぱいありますけど、そうですね、あの市場はですね、もう2カ所以外 もう南岸樹市場、はい、西部総合市場とかマイルバーウ市場とかね、たくさんありますよ。いっぱいあるんですね。でもなんか皆さんになんか今回は2カ所だけ紹介することができませんですけど、漢字の魅力はまだまだですから。まだまだたくさんありますよ。次回もぜひ見てください、はい、楽しみにしてください。はい、また会いましょう。